ドミニク・ケプファーは、ドイツ連邦共和国フルトバンゲン出身の男子、プロテニス選手。身長180センチメートル、体重79キログラム。左利き、バックハンドは、両手打ち。ATP ランキング自己最高位は、シングルス50位、ダブルス142位。ドイツ南部のバーデン・ビュルテンベルク州フルトバンゲンで、生まれ、6歳からテニスを始め。 高校を卒業するまで同地で生まれ育った。高校卒業後は、アメリカ合衆国のニューオーリンズにある、デュレーン大学に進学。2015年には ITA が主催するインドアの大会で優勝した。大学卒業の2016年に、プロ転向。フューチャーズと ATP チャレンジャーツアーを中心に回り、2017年9月のコロンバスチャレンジャーのダブルスで、 デニス・クドラトッペア組初タイトルを獲得した。2018年ウィンブルドン選手権で、グランドスラムで、初めて予選入りし、予選1回戦で、伊藤龍馬を2から0、予選2回戦で、ゲラルト・メリッツァーを2から1で破ったが、予選3回戦で、ノルベルト・ゴンボス2号セットで敗れた。同年8月のウィンストン・セーラム・オープンで、本戦初戦で、テニス・サングレンを破り、 ツアー初勝利を挙げた。2回戦は、ダニエル・タローに0から2で敗れた。2019年全豪オープンで予選1回戦で、ブレイク・エリスを2から1で破ったが予選2回戦で、ロイド・ハリスに0から2で敗れた。5月の全仏オープンで予選1回戦で、ミッチェル・クルーガーを2から0で破ったが予選2回戦で、シモーネ・ネボレッキに1から2で敗れた。 6月のイルクリーチャレンジャー決勝でデニスのバクを2から1で下し、チャレンジャーのシングルスで初優勝を果たした。この優勝により、7月のウィンブルドン選手権のワイルドカードを獲得し、グランドスラム本戦初出場を果たした。1回戦でフィリップ・クライノビッチを3から1で下し、グランドスラム初勝利を挙げた。2回戦でディエゴ・シュワルツマンに0から3で敗れた。 8月の全米オープンでは、予選で、ライアン・ハリソン、ニコラ・マユ、内山・康スシ・を、それぞれ2から0、2から1、2から0で下し本戦進出。本戦では1回戦で、ハウメ・ムナルを3から1、2回戦で、ライリー・オペルカを3から0、3回戦で、ニコロズ・バシラ・シビリを3から1で破ったが、4回戦で、ダニール・メドベージェフに1から3で破れた。この活躍により、 ランキングを大会前の113位から86位に上げ、トップ100入りを果たした。2020年全豪オープンでは、本戦1回戦のペドロ・マルティネスに0から3で、敗れた。9月の全米オープンでは、本戦1回戦のテイラー・フリッツに1から3で、敗れた。同月の BNL イタリア国際の予選で、フラビオ・コボディ・ジル・シモン、ミハイル・ククシュキンを、 すべて2から1で下しマスターズ本戦初進出を果たした。1回戦でアレックス・デミノーを2から1、2回戦で世界ランク9位のガエル・モンフィスを2から0、3回戦でロレンツォ・ムゼッティを2から0で下してベスト8に進出した。準々決勝で世界ランク1位のノバク・ジョコビッチに1から2で敗れた。同月行われた全仏オープンでは1回戦の アントワーヌ・ホアンを3から1で破った。2回戦で、第16シードのスタンワウリンカに敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2020年9月のハンブルクオープンまでの戦績。ありがとうございます。